テンションが低い時にこそね、こういう形で上げていくっていうね、そういうまあ一つのトライをしていきたいと思う。行こう。音量下げよう。それでは皆さんこんにちは。今日もまた熱い戦いをお送りしていきます。今日実況をさせていただきます西岡明彦です。コメンテーターにはサッカーの匠堀池匠さんにお越しいただいています。さあ、今日の相手のマンチェスターシティなんですけど、あのね、前半戦やたら調子良かったですよね。首位争いするっていうぐらいなんか調子良かったんですが、なんか最近ちょっとね、ポロポロと勝ち点を取りこぼしてるみたいで、現在ね、7位ですか。7位にちょっと落ちてるみたいですね。ただまあちょっと、苦手な相手なんで、まあ油断せずにしっかりやっていきたいと思います。油断せずにっていうか、まあ本当に苦手な相手なんですね。さあ見てみましょう。キーパーカバジェロ、サーニャ、マンガラ、コンパニー、コロロフ。フェルナンジーニョ、フェルナンド、ミルナー、ナスリ、シルバ、ボニーできましたね、ワントップは。いやー、控えでなんかあれだな、一チームいいチームが作れそうな感じだよね。試合が始まりました。どういった展開になるか楽しみです。おっと、気をつけろ、いきなり来たぞ。クロスを出した。うわ、危ねー。ちょっと待てよ、これミドルシュートに気をつけよう。よし、なんか入り方がいいな。気をつけろ。味方のサポート。ちょっと待てよ、キーパーの大迫さん頼む。来たー、さすがマン・オブ・ザ・マッチ候補。今のところ危ない、これしっかり収めよう。 OK。 さあ今日はね、あんまり中央でこうボールを回さずにこうさらっとこっち、ナイス内田さん、いいボールを送りたい。これで開けよう。うわー、ダメか。アップでしたが、相手に渡って最後のとこ、あれだな、粘り強いね。誰だ、これはシルバー、ナスリかなんかが対応してきたか。堀池さん、今シーズンはなかなか、なんか今うまい感じに体をなすりつけてきたよね。開幕前にあったいい雰囲気を維持してますよね。シルバー、この人に注意だな。攻撃は OK で、乾さんに渡してもいいんだけど、ちょっとこういう乾さんがやたらだな、裏の方を狙ってるね。足元でボールを受けてほしいな。これ一発出してみるか。はい。悪くはないけどね。さあ岡崎さん、これで一旦中経由して岡崎さん出す。こっち。よし、岡崎さん。おら。やれやれ、やっちまえやっちまえ。ああいうぐちゃぐちゃした中から点取りたいんだよ。清武、さあこの奥、本田さん、本田圭佑がプレーに絡んで来た。うわー、惜しい。必死に反応。今のロングシュートいいな、魔法のような。枠いってたよね、なんかシュートも決して悪くありませんでした。いや悪くなかったよ、決して。セーブしましたね。ここはゴールキーパーお見事でした。オープニングでテンション上げた甲斐あったな。ふい、いけ、やれ、やったー、素晴らしい。こういう形で点取りたかったんだよ、長谷部さん。見事に決まりました。いいボールが供給されましたね。素早く足を出しました。ドカーンと飛び込んできたね。出しましたね。
こちらのカメラからの映像です。いやちょっと今日はね、流れの中から点取れるかどうかね、心配だったんだけど、いやセットプレーから1点は嬉しいわ。そして長谷部さん初ゴールか。シルバです。そのまま返します。取れ、いいよ、来た長谷部さん、いいね。岡崎慎司、俺清武さんのこと見つつ、ちょっと待てよ、はい、内田篤人、長友さん、サイドからサイドへ、はい、長谷部さん、本田さんで、ここでね、ちょっとね、中央でボールもらった時にね、楽しませてくれますね。どこにパスしていいのかよくわかんないんだよね、マンチェスターシティ相手の時は。これふっ、上げてみよう、来た、ナイシュー、乾さん、乾さん、ついに来たな。これは予想外の展開と言えますでしょうか。バンクルワセが起きているようです。いや、バンクルワセじゃねえよ、全然。何言ってんだ。試合を組み立てていましたからね、相手も対応しきれていませんよ。いやー、よくここ俺は毎試合バンクルワセを起こしてるんだぞ、ここまで。乾さん、ついに乾さんにゴールが生まれたね。なぜか今までゴールがなかったんだよ、乾さん。これはシルバー。いいね。よし。ちょっとこっから乾さんもあれだな、覚醒してほしいな。フェルナンジーニョ。フェルナンジーニョ。433やっぱいいな。マンチェスターシティには433で行くのが正解だったみたいだね。これ。マンガラ。フェルナンド。フェルナンジーニョ。気をつけよう。シルバー。シルバー？オッケー。ナイス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 。これ、ゆっくり行こう、ゆっくり。2点リードってやばいな。うわぁ！オッケー。岡崎慎司。中経由して、よし、中央。香川さんで、長谷部さん。いや、これ清武さんか。ここ出せるか？香川慎司。はい。あー、ダメだ。やっぱあの当初の予定通りサイド使っていこう。シルバーが行きます。取れる、惜しい。いや、これは大丈夫ですよ。 OK です。いや、正直ちょっと思いもよらぬ展開だわ。ナスリー、フェルナンジーニョ、ヒールで渡します。危ね、大迫さん来た、スルパス、素晴らしいスルパス、さすが。おー、ちょっとこれかなりあれですね、パスカットするような動きをしてくるんですよね、あのマンチェスターシティのディフェンスは。特に中央の、あー、やってしまったね、中央のフェルナンジーノとフェルナンド、まあ、ヤヤトゥーリが出てないだけ今日はまだマシなんですけど。危ない、大迫さん、ちょっと待って、え、ちょっと今のスローで見ようぜ。大迫さん、今のはちょっとあれなんじゃないですか。大迫さん、これ止めようよ。これ、まあ。やってくれてるんだから大迫さんは、ま、あれだぞ、ベストイレブンだぞ、前節の大迫さん。ほっ、いいよ、長友さんで中一旦経由して、これ清武さん出したい、はい、乾さんシュート、いやー、今日なんかいいな、乾さん。コーナーです。リードを広げるチャンス、覚醒し始めてるかもしれない。そして1点目を取った、またセットプレーから点を狙っていこう。はい、いい、ふっ、本田さん一旦収めて、思いっきり逆サイに振ろう。 OK、 サイドを変えました。これ清武さん出せる、長友、あー、ちょっと長い、ちょっと長いな、ラインを割
ありました。ゴールキックに、いやディフェンスのこと気にしすぎたか今。まあ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 、ここまで内容は悪くないですよ。さあ、ナスリがこれを抑えます。まずは前半はこの点差のまま終わりたいね。ボニーボニー、ボールは OK、 ナイス、いいよ。あっとこれまずい、この奪い方まずいよ。よし、いい奪い方。岡崎さん、ナイス。いやーしかし一人抜いてもまだ人がいっぱいいる。よく聞いています、長谷部。これで清武博士、長友さん使おうか。長友優斗、井上さん、井上隆。オッケー、はい。香川真司、うわっと頼む、耐えて、ここ耐えてくれ香川さん。よし、清武、これだ、内田さんだ。ボールはクロスバウン、前半が終了しました。いいね、スコアは2対1、1点のリードで非常にいいです調子が。あのね、シティとやるときはね、もっとね、なんかこうしょっぱい試合になることが多いんですが、今日はなかなか良さそうです。あとはこの点差のまま終われるかっていう。ふい、今日はあれだな、乾さんに頑張ってほしいわ、気持ちとして。ふい、こうオッケー、岡崎さん見よう、岡崎さんに出そう、あげちゃおう。うわーダメだ、若干ボールが長いな、いつもより。ちょっとね、ディフェンスにパスカットされることを意識して強いボールをね出しちゃってるんだよね、必要以上に。さあ待てよ、あーっと乾さんに出してもよかったな、今ポーンと。もう一回岡崎さん、内田篤人、はい、オフサイないよ、これで中に行っちまうか、くそ。さすがに、さすがに対応された。ほい、あれダメだな、コラロフ。ていうかこれもうちょっとしたらなんか怖い人たちがいっぱい入ってきそうな感じしますよね。この今の状態のまんま追加点を取っときたい。くそー、いやまだある。はい、うわーダメだ、うわー強い。しかしまだ内ボール、はい、岡崎さん、もう一回内田さん中行こう。どうする、どうする、本田さんで、はい、ああダメだ、何もできる気しない。こっちだ、ファール、ファールくれ、ファール、これ。いやーダメっすか、ダメだな。点取ったところ以外はやっぱりいつも通りのマンチェスターシティだ、硬いわ。落ち着いてけ、ちょっとハイボールの処理が怖い、なるべくだったら上げさせたくない。ナスリがここにいました。さあ味方も連動して動いてくる、どれ、うわーコーナーキックか、コーナーになりました、同点のチャンスです。怖いね、誰か入れてくる、だー怖い人が来た、一人、あーやってくれ、はい、オッケー、頭でなんとかクリアしました、取れる、これ、よし、ナイスインターセプト。ああヤヤトゥレに取られた、抑えました、オッケーオッケーオッケー、いや打ってくるね、ヤヤトゥレ。ふボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか、さあどうしようか。ふっ、オッケー、まず一人、一人だけでオッケーです。こっからなんか5人抜きみたいなことはできないからな。サイドチェンジしました、長谷部、ちょっと時間をかけて攻めよう、時間をかけて。吉田麻也で次途切れたら人変えるぞ。長友優斗、いい、岡崎さん打っちゃおう、シュートだ、ガツンといけ、あー無理か、
まあまあシュートで終わるという意識はいい。これはシルバー、ちょっとフェルナンジーニョ、これで耐えろよ。 OK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  変えよう、変えましょう。そしたらちょっと今日なんか乾さん残しておきたい気分なんで残しますね。岡崎さんのところに宮市さんで、清武さんのところに、今日は酒井さんで行こうか、勝ってるからね。で長谷部さんに変えて細貝さんだ、これでいいわ。ミスパスがありました。よし、ここで交代です。さあ、この選手の今日の働きはいかがでしたか。いや長谷部さん良かったよ、でした、ね、うわぁマッチの候補じゃないでしょうかね。アクエラ入ってきた。はい、あ、内ボールなんだ、嬉しい。あった、まずい、ちょっと見るな。うわうわ、頼む。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスです。宮市さん、サンキュー。ちょっとコンパに、よっと、あれしてほしいわ。手加減してくれよ。今度コンパに連れてくからさ。さあ、これは、はい。はい。やめろ、ちょっと、危ない危ない。オッケー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 。やべ、ちょっと怖いわ、これ。振ろう。振って、取り来い。ここ!はい!オフサイない!一番奥!来た!打つしかないでしょ!ダメかー。惜しいシュートでしたが、枠を外れます。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。うわー、SS ナワスとか言って。交代で入ってくるのはヤヤトゥーレ、アグエロ、フェススラバスってやべえな。前線にあれですね、スタミナの減ってないスピードスターが何人もいるね。怖いぞ。大迫さんに頼むしかないな。フェススナバス、フェススナバス、観客のボル。いや、しかしうちにも宮井さんがいる。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。そうですね、西岡さん。オッケー。チャンスをものにすれば流れが大きく変わります。これ取りたい。チャンスを生かせるか。落ち着いて。ナスリがこれを抑えます。ナスリ、味方もうまく使いたい。オッケー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 、オフサイドですよ。笛が吹かれました。オフサイドです。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。さあ、勝負の時間帯、勝負の時間帯だ。乾さん、乾さんに出せ。乾さんに出そう。ふっ、ふわ、ダメか。今のディフェンスやべえな、ヤヤトゥールの。うわー、さあ、ヘッスナバスです。ナイス。あー、ちょっとこれ出せな。マークを外せない。こえー、このコーナーキック。キーパーも参加してのコーナーキック。このコーナーに全力を注ぎます。カバジロが上がってきた。頼むから大迫さんの近くにあげないでほしい。頼むから。来た。全員が集中しています。マンチェスターシティコーナーキックのチャンス。はい、OK。 うまくクリアしました。詰めろ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 。ヤヤトゥーレ、やめろ。よしで出しちゃおう。前に宮井さん、これ宮井さんに出したい。は、一番奥。ふっ、シュート。いやー、勝ったー。あぶねー、よかったー。これは今後に対しても大きなアピールとなる一発となったのではないでしょうか。よーし、この角度からも見ましょう。いやー、きつい試合だった。宮井さん5ゴール目かよ。取るね。よし。アグエロ、いやー、なんとか
なんとか勝ったね。いやまだわかんないけどさ、もう勝っただろこれは。なっちゃっていいよもう。ボールをキープできるか。よし。はあ、試合はここで終了です。なんかちょっといつもより疲れたわ。終了。勝ち点3を獲得します。神経使う試合だったね。苦しい試合をきっちり勝つっていうのが上位チームの必須条件ですからね。今日は満足いく結果だったと思いますよ。さあ今日は長友さん。意外と長友さんがマン・オブ・ザ・マッチなんだね。ディフェンスでの貢献が高かったか。相手はフェルナンジーニョとか良かったけどね。よし OK 行きましょう。さあちょっと順位表を見てみましょう。まだうちは相変わらず3位ですね。ただまあちょっと1試合少ないんでね。よし。さあそしたら、次の試合はウォルフスブルグ戦ですね。でちょっとこっからね日程がだいぶきつくなってるんで、まあちょっとどのメンバーを使っていくかっていうのをねしっかり考えてやっていこうと思います。ではお疲れ様でした。